腰折りエビ浄化は、両下り木に属する、甲殻類の一分類群。外観はカニに似ているが、触角が長く、ふわは外観上を6本しかない。腹部は展開することができるが、普段は体の下側に任されている。名前に、エビと名付けられているが、エビではない。長いハサミを持っていてもカニの仲間ではなく、ヤドカリのグループに入る。どの種類も、 長いハサミと触角に加え、6本のフワシという、似たような形態なのがこのグループの特色となっている。カニダマシ類は、ハサミがやや強大となっている。主に段階性の種が多い。日本では、関東以南の磯や産後症等に多く分布しているが、分布適応は広く、深海に生息する種もいれば、熱水交渉付近などの特殊な環境に生息するものも存在する。 南米には、イオシタメで唯一、淡水性のアグラカが分布している。旋回の種は、体長数ミリメートル、もしくは1センチメートル内外という小型の種が多いが、大腰リエビのような深海産の体長を4センチメートルほどの大型種まで様々である。4科が属する。AB、ゴレイズイディア、ワールドレジスターオブマリンスピーシーズ、2014年9月11日、閲覧。 深海に生きる、熱水近くお腹で、餌養殖、日本経済新聞2019年3月17日2019年3月20日、閲覧。ありがとうございます。